さあ、松の山温泉スキー場到着。やっほー、結構いる。すごい混んでる。松山温泉スキー場到着、小鳥。いやー、初めて来た。超ローカル、匂いプンプンします。やったやったやった、楽しみ。行こう。じゃあ4時間券を、はい、皆さんにお渡しします。お願いします。なんとこちらです。今おじさんがスタンプで、まさかスタンプ、そう、なんてクラシックスタイル、嬉しい。そう、今日も滑りまくるぜ。おい、なーに、最高ですね、松田山温泉スキー場。ーユーフー、今日もパウダー食うぜ。 Yes, I do。 ユーフー。ねえ、青、初めてのスキー場いいね。まずはあのリフトにもう一回すぐ乗ります。もちもち。ふぅ。ちょっと雪質が読めねえな、まだ。うわぁ、ナイス景色、最高。やっほー、マジで。パウダー行ってみる？パウダーってねえけどな。最後スピード落として、最後スピード落として。 OK。ヘイ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 、お願いします。青、あそこら辺広いから好きなとこ行ってみていいよ。転ぶなよ青、もったいねえぞここで転んだら。そう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 、オッケー、チェイチェイ、後ろ俺がいるからいいぞ、安心して。いいぞついていくからいいよ。ちょっと行こう。そう。小鳥さん、エアーボードやりますよ。
面白そうだね。マグネシオ買ってどうだっけ。はい、じゃあちょっと説明させてください。ちょっとこういう感じで持ってみて。聞いたの2人とも、あんな説明するんだから聞かなきゃダメだよ。返事返事、イエーイ。乗り方は基本的にはこう腹ばい、左を立てれば左に曲がる。なるほどね。そこ行ったら1、2、3、ああ降りるとき、よーしよーし。でレクチャーするのはこれだけです。はい、簡単な。楽しんでください。はい、ありがとうございます。はい、いってらっしゃい。ありがとうございました。それではエアボードに挑戦してみましょう。ご存知、腰トントンの父ちゃんはいつも通りスキーで、お腹タプタプの母ちゃんは関係ありません。すいませんでした、失礼しました。今エアボード借りましたけど、はい、たったの500円。500円、安い。これね、あのリフトどこまで乗っていいんですかって聞いたら、あ、一番上まで行ってもいいですよ。まあ迂回コースあるんで全然降りてこれるんだけど、あれだからパウダーやってもいいってことだよ。いやー、すごい。すごいね、すごい乗り物。乗りこなしてるね、小鳥。もう一回行きたい？見てください、小鳥さん。こうやってスキー場のスタッフの人たちがリフト下の雪を取ってくれることで、このまま積もっちゃうとほらリフト引っかかっちゃうでしょ。だからリフトが引っかかんないようにここの下を掘ってくれてるの。お疲れ様です、ありがとうございます。すごい近い、小鳥さん。ただリフトは動いてるんじゃなくて、リフトが円滑に動くようにこうやって雪を掘ったりとかさ、ちゃんといつも手を入れてくれているんだよ。いつも遊ばせてもらってありがとうございます。ありがとうございます。小鳥さん、はい、スキーは好きですか？はい、大好きです。父ちゃんもです。では小鳥さん、エアボードとスキーのデート、ラブリー。ラブリー、イエーイ。すごいね、小鳥。超コントロールしてるね、スピードもカーブも。いいよ。どうでしたか、小鳥さん。楽しかったね。またやってみましょう。エアボードでした。ありがとう、松の山温泉スキー場。すげー楽しかったぜ。また来るぜ。イエス。またまたやってまいりました。松の山温泉。見て、メロン。これが自然が作り出す雪のオブジェです。メロンってなってます。またまた来ちゃいました、鷹の湯。今日は大盛況、楽しみましょう。今日もいいお湯でした、鷹の湯。Dude, that father is 10 men permed!